こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海での中国人工島問題は世界問題へと発展しています。では、何が起きているのか。人工島にまたまた地下軍事施設を作ってしまった中国。キャッチしたのは衛星写真、実際の映像は初めて。では今回この人工島に地下基地に潜水艦が入港する様子を話していくね。また見つかるなんて。2020年8月21日、アメリカのプラネットラブズ社が SNS 上にアップした画像が、中国海軍の093型潜水艦が地下基地へと進む直前の状態を撮影したものではないかとされて話題を集めた。多くのネットユーザーによって拡散された同写真は、中国の海南島にある油林、海軍基地であると説明されており、衛星画像を扱う民間企業によって公表されたことが極めて稀なことだと見さされている。これが説明通りに中国海軍の093型潜水艦であれば、2018年1月に尖閣諸島の近海を潜航したまま航行、おそらく海上自衛隊艦艇や航空機の意味を受けて受け浮上し、国旗を掲揚したものと同型の艦だ。中国海軍のこの093型潜水艦は、原子力推進を採用した攻撃型の潜水艦であり、2006年の一番艦就役後、2020年までに全6隻が建造されているとみられ、中国の潜水艦として、遠洋進出を先駆けた艦と言われる。093型潜水艦は、別名小級とも呼ばれている艦艇だが、ロシアのビクター III 型原子力潜水艦をベースに中国が建造したもので、特に初期型のものは、潜水艦として必須の静粛性に難があると指摘されてきた。こうした点から、海上自衛隊では、中国海軍の潜水艦の股間ごとの音紋を、すでに把握しているとも言われ、先の2018年1月のような追尾活動を、遅滞なく行える体制が構築されていると見られている。一方で、093型潜水艦は、艦首に 533mm の6門の魚雷発射管を備えており、ここからは最大射程が約 540km とも言われる対艦巡航ミサイルの発射も可能であり、アメリカ海軍の空母打撃群を牽制する役割を担う。海南島は現在の中国の最大の面積を誇る島であり、日本で言うならば、九州のおよそ9割ほどの大きさで、別名、中国のハワイとも呼ばれ、リゾート地としても、その名を知られている島だ。同時に、南シナ海に位置する海南島は、中国海軍の重要拠点の一つでもあり、今回衛星写真に写されたという油林海軍基地は、着々と南シナ海進出を進める中国の水上艦艇と潜水艦に必須の軍港となっている。ただ、中国海軍ではここに潜水艦の基地を設けていることを公にしているわけではなく、あくまで推察であるため、ことに今回の写真の出所がアメリカの一民間企業であることが
クローズアップされたものだ。それにはアメリカ側の情報収集力を誇示する狙いも含まれているとの見方も多く、中国としてはこの写真について今のところ何の反論もコメントも出しておらず、黙殺している状態だと言える。2020年5月には、衛星からではなく、アメリカ海軍の P-8A ポセイドン哨戒機が、海南島に接近して偵察飛行を実施したことも明かされており、同等の中国海軍の動きをアメリカも注視していることが伺えた。だが、実は、もっと遡れば、中国とアメリカは、海南島をめぐって、直接的な衝突をすでに引き起こしたことがあり、もし、仮に、これが今現在発生したとするならば、そのまま、米中の戦争にもつながりかねない事象だった。これは、2001年4月に発生した事故であり、この時、海南島上空に向けて飛行したのがアメリカ海軍所属の EP-3E 電子偵察機で、これを同等に近づけまいとする中国海軍の J-8II 戦闘機が接触したものだ。この接触によって中国海軍の J-8II 戦闘機は墜落、乗組員は死亡し、アメリカ海軍の EP-3E 電子偵察機は、墜落こそ免れたものの、不時着し、機体は大破となり、米中双方に損害が発生する事故となった。さて現在に戻ると、実は、2020年5月にアメリカ海軍の太平洋艦隊は、保有する稼働中の攻撃型原子力潜水艦のすべてを、南シナ海から西太平洋方面の海域に進出させることを公表するに至った。これは新型コロナウイルスの渦中で一時期太平洋方面で活動可能な空母打撃群がセオドア・ルーズベルトの1ユニットの身となっていたことも影響したと思われ、中国の空母打撃群への対抗策とも言える。アメリカ海軍太平洋艦隊には、総数で25隻の攻撃型原子力潜水艦が所属しており、今回の作戦行動には、少なくとも、そのうちの10隻以上の潜水艦が振り向けられるものと予想されていた。これはアメリカ海軍がこのところ駆逐艦や航空機を南シナ海に進出させる航海の自由作戦よりも軍事的な打撃力が高い戦力の投入だと見られており、中国海軍の対戦能力を上回るものだろう。多分にして、この続報は耳にしていないが、同時にこれが解除されたとの報もないことから、現在も継続中なのではないかと考えられ、近年類を見ない規模の潜水艦作戦ということができそうだ。見た目に派手な航空母艦の派遣などと異なり、存在位置自体が、軍事機密とされるアメリカの潜水艦の行動は今後も明らかにされることはないと思われるが、民間衛星に撮影された中国との違いを感じる。